ねほまようこそマカオへいらっしゃいました。マカオガイドの椿です。アクサビーチに来ています。マカオ最南端のビーチですね。ここは白砂黒い砂のビーチと呼ばれています。今日も海水浴客とマリンスポーツを楽しむ人でにぎわっています。ここはバーベキューが名物ですね。バスで簡単に来れるんですが、バスを降りると炭焼きのいい香りが漂っています。ここは白砂ホイタン白砂ビーチバスターミナルです。串焼きの屋台からいい香りが漂っていて食欲をそそります。この辺に座って食べてもよし、ビーチで焼き鳥を楽しむもよし、飲み物や子供用のおもちゃなどもここで買えます。マカオ流の海の家のような感じです。バス停を降りたら1分でビーチ、気持ちがいいですね。波打ち際を歩きます。右手奥に見えるのはグランドコロワンリゾートホテルです。ご覧のようにマカオの海は茶色く濁ってますが、水質が悪いというわけではないんですよ。ビーチの近くにマリンスポーツセンターがあって、マリンスポーツを楽しむ人々の姿が見られます。マカオは公園や学校にお砂場がないので、海に来たら思いっきり砂遊びを楽しみます。白砂ビーチは砂がきめ細かくて、裸足で歩くととっても気持ちがいいんですよ。福岡の糸島とか沖縄の海に比べるともう全然綺麗とは言い難いマカオの海なんですけれども、まあ、何よりはマシってことでね、時々来ます。でマカオの夏は長いので10月頃まで夏ですし、冬の1月の暖かい日とか小春日和ねとか、3月4月のお天気がいい日ピクニックに来たりとかするのも、ね、結構通年自然の力をもらってね、夏場でも混雑してないソーシャルディスタンスが十分に取れる広いエリアを見つけることが簡単にできます。風が強いビーチは絶好のたこ揚げスポットでもあります。波の音を聞きながらのんびりしているうちにだんだんと日が暮れていきます。マカオの海の中どうなっているんでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。あれ？あれね。もう一度チャレンジします。残念、何も見えませんでしたね。そろそろ晩ご飯を食べましょうか。バーベキューをテイクアウトしてビーチで食べることにします。シシャモの炭焼き、レモンを絞っていただきます。イカのカレー風味、カレー風味で美味しい。辛さは全然なくて、旨味とスパイスの香りが豊かです。こちらはグリルチキンバーガーガイパーバオ。チキンバーガーいただきます。美味しい。炭火焼きの香りがいいですね。ポークチョップバーガージューパーバオ。
早く買うんですよ。ダンボバーガーを。ポークチョップバーガーをいただきます。食べ応えがある。おいしい。チェンイガイドハーグ町低カロリー無添加飲んでみたいと思います。おいしい。夏枯れ草とラカンカが入っているそうです。ラカンカが甘い優しい味ですね。おいしい。このハーブティーにはチェンイ害毒の作用があります。熱を下げてデトックスをするという効果ですね。癖のない毒ダミ茶のような味ですね。ハーブティーなんだけど癖がなくて飲みやすい優しい味です。焼き鳥ですね。おいしい？おいしいそしてポルトガルの赤ワイン。ポルトガルのお酒を持ち込んでのんびりしてます。何にもなくリラックスするのに最高な場所ですね。ピクニックにもおすすめです。こちらは公園のあるキャンプエリアですね。こちらのキャンプエリアは背の高い針葉植物がたくさん茂っていてね、とても南国な雰囲気で気持ちがいいです。ハロー、ハロー、ハロー。ハクサビーチはキャンプやバーベキューをする若者でにぎわうスポットです。私たちはそろそろ家に帰ります。キャンプ場側は緑が多いので虫除けがあると安心です。足をきれいに洗って、トイレもきれいです。備え付けのトイレットペーパーはありません。マカオ旅行ではポケットティッシュを忘れずに持ちましょう。洗面所はセンサー式で安心です。夕焼け空がとってもきれいでした。空の色の移り変わりをタイムラプスでご覧ください。ちなみにいつもバーベキューを買うお店はこちらです。お隣は人気ポルトガル料理レストランのフェルナンドですね。ハクサビーチは夜遅くまで若者でにぎわっています。というわけで今日はマカオの数少ない自然が楽しめるコロワンエリアハクサビーチからお届けしました。毎年5月にこちらで音楽フェスも行われています。日本のアーティストの方も多数参加されています。こちらへ足を運んでみてはいかがでしょうか。楽しいですよ。このコロワン島は世界遺産のマカオ半島とも、カジノでギラギラの古代地区ともまた違った自然がいっぱいでね、本当に気持ちがいいところです。本当にね、のんびりしたい時にはおすすめのコロワン島でした。マカオの世界遺産をライブ中継でご案内するオンラインツアーも開催しています。マカオの街を一緒に歩きましょう。ブログや SNS でもマカオの最新情報を発信していますのでチェックしてみてくださいね。この動画が面白かった、役に立ったと思ったらいいねボタンとコメントで応援してくださいね。マカオにまつわる動画を毎週更新しています。チャンネル登録して新しい動画をチェックしてください。よかろうもん。